どうも、トモヤンテニスチャンネルのトモヤンです。 MJ です。はい、今回はナダルが全米オープン優勝ということで、はい、バボラのラケットを人気賞へ集めてみました。はい、はい、MJ、はい、今回説明と言いましても、はい、もう全部、ね、一緒ですね。一緒ですね、はい、300g の面100、はい、になってます。はい、ガットの本数も一緒になりますので、はい、でも見た感じね、なんかこうガットの広さみたいな微妙に違ったりとか、うん、だからどれぐらいの飛びだったりとか、はい、回転量が違うのかっていうのを打ち比べてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、3種類のラケット打っていきました。ストローク、ボレー、サーブとやっていったんですが、個人的にはどれがいっちゃん好きですか？好きなのは、あ、難しいな。これオーソドックスにこれがなんか全般的に普通なんかなと思ったって思ったけど、意外とこれ普通でした。僕はピュアストライク、はい、が好きですか？好きですかね。単純にこれ硬い、硬い、ここがシャフトが超硬いで、次これで意外とこれ飛んだっていうイメージ、うん、なんか僕もこれが一番好きやったんですけど、うん、これの方が一番なんかしなってる感ありますよ。あ、ある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 。これもラケットめっちゃ硬くて、うん、ガットの力でこう飛ばしてくれる。あ、まあパワーあるんですけど、フレーム太いし、うん、なんか楽は、まあ、楽っつっちゃ楽っすけど、うんうん、なんか思ったより飛ばんかったです、うんうんうん、俺このフレームの形あるやんか、アエロだけちょっとこれ何角形、三角形って言うのこれ。なんていうのこれ。いや、わかんないです。こういう形なんですよ。ストライクとかはボックスに近いんですけど、フィアドラ丸っす。丸ですね。もう3種類全然違うんですけど、やっぱこれ振り抜きが良すぎてなのかわかんないですけど、なんかこう出てるイメージになっちゃうんですよ。あ、こう当てたいんやけど、こう薄い当たりになりやすい。まあまあ、だからこのフレームの形をイメージしすぎてなっちゃってるのかなと思うんで、だからこうボールが飛んでないようにも、当たりが薄い分ボールが飛んでないようにも思えるのかなと思います。だからこれかなりの上級者というか、うん、その分やっぱりナダルが使ってみたいにスピン量増えるのかなとは思います。飛ばないです、とりあえずこれ。はい、でマイルド感はやっぱり一番これ。そうですね、うん、打球のマイルド感はこれにありますね、うん、これも間って感じですか？いや、もう本当に本当に間だと思ってもらったらいいじゃん。うん、まあ、まあ昔から言ってるよね、オーソドックスなラケットみたいな、うん、これよりちょっとしなりが欲しい方こっち、うん、これよりちょっとこう硬さが欲しかったかっちりとした方こっちですよね、うん、もうこの順番です、うん、硬さで言ったら本当に、うん、ピュアストライクも僕結構飛ばないと思ってたんですけど、うん、柔らかいですね、意外と飛びますね、まあ、しなりもあるんで打感的になんか一旦しっかりくるのはこれですよね、うんうんうん、なんか硬いとは感じますけど、せやな、しっかりこうボール乗ってるなって感じるのはこれって僕は思いました、うん。これガットはブラストも全部貼ってるんですけど、はい、50ポンドで貼ってるかな、はい、うん、だから違いはもう完全にラケットに出てると思うので、はい、で僕片手バックで MJ 両手バックなんですけど、僕自身は片手バックはやっぱりちょっと TM のイメージがあるかもしれないですけど、これがやっぱり一番打ちやすかったです、もうダントツで。あ、両手バックは、うん、そうっすね、両手バックはまあ意外とこれ打ちやすかったですね。ああ、これ硬いんで。ああ、なるほどなるほど。両手バックちょっとしなりすぎるとなんか遅れるようなイメージある。ああ、なるほどね。だからこれ、これ、これって感じですか。ああ、なるほど。僕の中では僕結構これ好きやったんで。なるほどね、はい、もうショットによって本当打ちやすい打ちにくいがバラバラでした、うん、はい、僕これにおいてはサーブ一本も入らなかったっす。僕も入んなかったっすね。悪く言ってるわけじゃないですけど、まあ、まあ、なんなんすかね、いや、僕はサーブに関して言ったら、なんやろ、一緒ちゃう、うん、これ、これ、僕、全般的にはこれでしたよ、やっぱり打ちやすいの、スピードはこっちの方が出てるんかもしれないですけど、うん、こっちの方が気持ちよかったっす、そうですね、はい、ピュアストライクが全般的には打ちやすかったかなとは思います、ピュアドラはなんかちょっと抜けるような感じがしました、ね、あ、分かる分かる分かる、ポーンとね、はい、うん、だから、大外そうやな。うん、あとはもうフレームの好みとかあるんちゃいますかね、うん、この形嫌いとか言う人も多いし、ボックスはちょっと硬そうなイメージもあるしなとか言って、まあ、そんなボックスでもないんですけど、うん、だから結構一般的に使いやすいのは個人的にはこれちゃうかなと、意外とピュアストライク、新しいピュアストライク、ね、いいかなとは思います。僕これは思ってたんですけどね、うん、これ意外と難しいですね、うん、なんか飛びすぎちゃう、まあ、僕らが飛びすぎちゃってるだけなのかもしれないですけど、まあ、でも今ピュアドラ使ってる人からやったらちょっと何か物足りへんなと思ったらこう2種類があるし、そうやね、いろいろ試してもらったらいいですけど、うんうんうん、はい、しだしてもらったらいいと思います、はいはい、あとはもう色合いやね。そうっすね、あなたは何色が好きみたいな。色合いやったら僕これ好きなんですけど、分かる、これやな。、はい、でも見て、全然似合わない、似合わないっすね。はい、君なんかいいよね。なんか似合うよね。うっとしいな。似合う似合わないがありますから。はい。
まあ、ランキングつけたらあれなんですけど、僕らのランキング、はい、僕は1番これピアストライク全般的にもうサーブ、ボレー、ストローク全部これです、はい、で2番がこれ、いやこれはショットによるんですけど、もし使うんやったら こっちかな、2番こっちです、で3番これかなと思います。はい、僕1番これ、あやっぱ一緒なんですね、まあ、2番これ、ああ逆ですね、3番これ、はい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 、そうね、やっぱ1番これですかね、扱いやすさが尋常じゃなく、うん、全般的に評価良かったかなと思うんで、はいはい、打った瞬間、あ打ちやすって思いましたもん、まあ、一番僕らが使ってるラケット、今らのラケットに近いっすよね、ああ、そうやね、近いな、バボラ系よりも、うんうんうん、あの普通のちょっとボックス系とか、確かに確かに、近い。ね、はい、はい、こんな順番で僕たちやっていきましたので、はいはい、ちょっとボール飛ばしたいなーっていう方は、まあ、飛ばしたいなーというかマイルドにしたいなーっていう方はこれですよね、うん、完全に、はい、でちょっと硬めが欲しいなーっていう方は完全にこれ、一回バボラ使ってみようかなみたいな人は青がいいんじゃないかなと、これ基準で考えてもらった方がいいかなと、うん、これより硬かったらこれ、柔らかかったらこのピュアストライクみたいな形で選んでもらえたらいいかなと思いますので、ぜひ皆さんもバボラのシリーズ使ってみてください、はい、では